キンプリ5人の反応にファン注目年末歌番組での感動の瞬間。2022年12月3日、日本テレビ系列で放送された年末の歌番組、ベストアーキスト2022に、日本の人気男性アイドルグループ、キングプリンス、通称、キンプリ、が出演し、その瞬間がファンの間で大きな注目を浴びました。 この日、番組内での出来事が、キンプリの未来に対するファンの気持ちを揺さぶった瞬間でした。この特別な瞬間について、詳しく見てみましょう。グループには、平野紫陽さん、25歳、長瀬恋さん、23歳、橋海人さん、23歳、岸優太さん、27歳、神宮寺優太さん、25歳、の5人のメンバーが在籍しています。 しかし、2023年5月22日に平野さんと神宮寺さん、そして秋に岸さんの脱退がジャニーズ事務所から発表されました。これが金プリとしての最後の活動となることが番組内で告げられたのです。番組中、トラサとレイスの披露前のトークセッションにおいて司会の桜井翔さんから予告がありました。 さあ、そしてこのメンバーでのベストアーティストへの出演は今夜が最後になるということですという言葉にメンバーたちはどのような反応を示したのでしょうか。まず、この衝撃的な発表に対して、グループのリーダーを務める岸さんは元気よく、とにかく、思いっきりパフォーマンスさせていただきます。と返事しました。 しかし、これから起こる出来事に対するファンの心の変化を表すメンバーの微妙な表情が注目を浴びました。発表から数秒後、メンバーたちはそれぞれ異なる反応を見せました。高橋さんはカメラから目線を外し、岸さんとは反対方向に顔を向けました。長瀬さんも同じ方向に顔を向けましたが、カメラから目線を外す様子がうかがえました。 また、平野さんと神宮寺さんはこわばり気味で、表情は固かったとされています。特に、高橋さんの口元が毎一文字になる瞬間がファンにとって感動的だったようです。これらのメンバーの表情の変化に敏感なファンからは、SNS 上で様々なコメントが寄せられました。一つのツイートには、5人での出演は最後。 そう言われた途端、カメラから目を背けキンプリは申し訳なさそうな顔をした、との声があります。この瞬間が、ファンにとってキンプリとの別れを感じさせたようです。別のコメントでは、すっきりした顔の岸くんと対比する高橋く長瀬くん見てちょっとしんどい、アマの表情を見て泣きそうになった。辛いよね、悲しいよね、と、メンバーたちの感情がファンに伝わり、 共感を呼び起こしました。また、一ファンは泣きそうだったでしょなんでお前が泣くのなんて誰もならないから我慢しないで泣いていいんだよ、とメンバーたちに対して感情を抑える必要はないとの励ましの言葉を投稿しました。これらのコメントからは、金プリのファンがメンバーたちの気持ちを共有し、彼らの最後の活動に感情移入していることが伺えます。 この番組内での出来事は、キンプリのファンにとって感動的な瞬間であり、メンバーたちの今後の活動に対する期待と不安が入り込んじる瞬間と言えるでしょう。彼らの音楽とパフォーマンスに感謝の気持ちを込めて、ファンはメンバーたちの新たな道を見守り続けることでしょう。結論。ベストアーティスト2020におけるキンプリの出演はファンにとって特別な瞬間でした。 番組内でのメンバーたちの微妙な表情の変化が彼らの将来に対するファンの気持ちを代弁し共感を呼び起こしました。彼らがグループとしての活動に幕を閉じることはファンにとって別れと新たな始まりを意味します。しかしファンはメンバーたちを心から支え彼らの今後の活動を待ち望んでいます。キンプリとそのファンの絆はこれからも続くことでしょう。